今日もクラシックギターで遊ぼうこんにちはギタリストの佐藤純一です皆さん普段ギターを弾いていてまあ皆さんはどうかわからないですけれどもものすごく寒いところで演奏しなきゃいけない時ってあったりします僕はあるんですよ例えばなんか真冬になんかね真冬の夜に 外でギター弾いいててくださいなんん時があるんですそうするとさもちろん指動かないですよねそんな時にはどうしたら指が動かしやすくなるかという提案ですはいで大体皆さん見当つくと思うんですけれどもはい使い捨て回路ね使い捨て回路を貼って弾くと思うんですけど どこに貼ったら効果的だと思います大体いいみんな背中が寒いから背中とか腰に貼るじゃないですか。それはそれでいいんです。でも、いち早く指がすごく早く動いてほしいですよね。すごく早くっていうのは、素早くスピードが早いということじゃなくて、かじかむ指を改善して、スムーズに指が動くように、いち早くなってほしいですよね。そんな時には、 どこに貼ると動かしやすくなるかという提案です僕の動画を見てもらうと例えばずっと前の動画で雪の中であの神社でねアルハンブラの思い出とか弾いてるやつありますよねあれダウン着ててもダウンジャケット着て弾いてますけどそれでも実はものすごく寒いんですでどうやったらそれを「寒い」って言いつつそれでも弾けるかっていうと実はこのね 使い捨て回路に貼る場所のいい場所があるんです。それを皆さんに提案したいと思います。その場所はどこかというと、肘です。両肘のこっち側です。ここです。こっちじゃないですよ。こっちです。ここの広い範囲に貼り付けると、だこの使い捨て回路貼るタイプね。 貼るタイプのの使いい捨て回路のでかい方、ちっちゃいのも売っってるよね。だちっちゃい方が使いやすいとか思うかもしれないけど大きい方を肘のこ,ここら辺に貼りますこっちじゃないよこっちだよ肘の上側っていうの裏の肘のこ裏じゃないね上ここに貼りますで貼る時に普通の格好をして貼っちゃうと 普通の格好してここだなぁと思って貼っちゃうとギターを弾く体勢になった時にやたらと上に行ったり下に行ったりして外れちゃうので上手に貼るコツはねギターを弾く格好してその時の貼りたい位置のところに貼り付けますなんで一回貼ってみましょうねまず左側ね貼ってみましょうシールペロペロ剥がして このまま張っちゃうとギターを構えた時にずれちゃうからギターを弾く形にしますギターを弾く形にして肘のここへら辺に来るように貼り付けますでだからギターから腕を下ろした時には肘の真上に来ちゃうようになるんですよね左手はね右もやってみましょう右も テープペロペロ剥がしてギターを弾く形にしてギターを弾く形にして肘のここいらへんにくるように使い捨て回路を貼り付けます。 ギターから腕を下ろすと、肘の真上のところに回路が来ちゃいます。ギターを構えると、ちゃんと肘の上のとこ来てほしいとこ、ここのところ、ここのところと。ここのところに来ますね。皆さんいかがでしょうか。それでは、今日も皆さんのギターライフが楽しくなることを願って、動画を終わりにしたいと思います。 今日もクラシックギターで遊ぼうギタリストの佐藤純一でしたじゃあねーバイバーイ